ついに着いたぞ。ここが魔法使いが住んでいると噂の館か。我が名は勇者アレス。魔法を使い人々を苦しめる闇の魔法使いよ。いるのは分かっている。出てこい。出たな魔法使い。俺はお前を倒しに来た。魔法使い何がおかしい。私は魔法使いではない。嘘をつけ。嘘ではない。どっからどう見ても闇の魔法使いではないか。違う。嘘をつくな。嘘じゃない。お前が闇の魔法使いだろう。え、マジで違うよ。やばいよ、やってること。勝手に入ってきて、なんか魔法使いみたいな。え、ま、歌えよ、普通に。やって、本当に、や、頭おかしいよ。え、あ、いやでもその、魔法使いじゃないにしても、魔物とかなんかだろ。いや、魔物でもないから、別に。え、じゃあ、呪われた人間とか。あ、違う違う違う、うん。魔王の使い。ああ、違う、そんなんでもない。死神とか。ああ、違うね。地底人。ああ、違う。あ、悪魔と契約した人間。いや、違うよ。わかった。鬼と人間のハーフだろ。ああ、違う違う違う。うん。じゃあ、お前は何者なんだよ。俺は、ただただ、顔が赤いジジイ。残念でした。ただただ顔が赤いジジイ。顔が赤いだけの角刈りジジイ。残念でした。ただただ顔が赤いジジイ。赤いだけが取り柄のクッソジジイ。そんなだからジジイの未来じゃあなぜ魔法使いの館に住んでいるんだ。普通に賃貸賃貸賃貸ごめんね。俺はただただ顔が赤いジジイ。マイホームに住まないタイプの普通の赤ジジイ。ごめんね。俺はただただ顔が赤いジジイ。こういう服がタイプの赤いジジイ。邪魔使いはどこにいる。何か情報を持ってないか。その顔は何か知ってるが、今魔王使いはどこにいる。知らない。だってだって俺は顔の赤いクソジジイ。赤いだけが取り柄の無知な赤ジジイ。そうそう、俺はただの顔が赤いクソジジイ。情報なんて持ってないただのジジイ。時間の無駄だった。もうこの館を出よう。久しぶり。遊びに来たよ。何似たようなやつがいっぱい来たけど。赤いジジイがいれば青のジジイもいるよね。青のジジイもいれば緑のジジイもいるよね。緑のジジイがいれば赤いジジイがいるのさ。でも集まったとこで何の前。俺はただの赤いジジイ。魔法は使えない。超能力も使えない。瞬間移動もできない。ただただ顔が赤いジジイ。みんな違ってみんないい。特別なものは必要ない。だって君はただただ顔が赤いジジイ。なんかうまく言えないけどさ、お前らに会えてよかったよ。やめてよ、顔赤くなっちゃうじゃん。